その成績 AI っていうのが、うん、去年すごく話題になって世の中変える変えるってことになったんだけどじゃあそもそもその前にどういうことがあったのかって前史をね、ちゃんと振り返ってであの彼は本当は UberEats の専門家ではなくて AI の専門家と僕がだって第 <laughs> ただ俺ねこれちょっとなんか今不安になってきてて、ね、<laughs> どんな話をしても UberEats <laughs>、e、の話しかしないんじゃないか <laughs> これから全部 UberEats で例えていくんじゃないかっていう, <laughs> ていう不安がある俺 <laughs> AI にって。<laughs> だからこの ILSVRC2012 っていうので、うん、畳み込みってすげえぞみたいな話になってははんなんかでもこの時ねディープラーニングって言葉もあったけど注目してる人は皆無だったんじゃないかなこの瞬間12年だから2年も空いてるじゃないです,かすいません畳み込みって何ですか一応。 あそうそうそう畳み込みって1次元も2次元も3次元もできるんだけど<ー>この時の畳み込みは2次元の畳み込みで例えばペットボトルの画像があります、うんはい、このペットボトルの画像って縦2つの線となんか横の線2つとなんかこ斜めの線でできてますよね画像認識ではそもそもこれは何ですかっていうのを知るためにはこれにはどんな画像的要素がありますかっていうことを知らなきゃいけないわけですねその時に縦の線だけ強く反応するフィルターとか横の線だけ強く反応するフィルターとか斜めの線だけ強く反応するフィルターっていうのを作ることができますこの計算 あるフィルターかけるともう横の線だけ出てくると上が短い線で下が長い線、これだったらね、うん、でもしか縦の線のフィルターかけると縦の線が2つ長くあって横の線が短いのと長いのがあって斜め線があったらこれはペットボトルですというふうに快速画像を認識できるとなるほどでこれをね今まではその特徴量っていってじゃあ例えば目,目みたいなやつがあって鼻みたいなやつがあって口みたいなやつがあったら顔とかね、うん、で人間が設計してたんですずっと2010年。 人間がが設計しない方が良いんじゃないいい方良じゃかっていうのがこの2012年の時の機械学習で勝手に学んでフィルター自体も作った方がいいんじゃないかってそしたらなんかめちゃめちゃ性能が出ちゃってでこの瞬間ってでもほとんどの学者っていうのはふざけんなって思ってたわけですよな,んででなぜならその人たちは生涯をかけて縦の線が何個あったらペットボトルなのか。 いやでもペットボトルがちょっと斜めになったらどうするんだとかそういうことをめちゃくちゃ頑張って考えてたわけですよ、特徴量設計っていうのが主な仕事だったからなるほどそうなんだねその瞬間に仕事はなくなったわけですよ、特徴量設計するテクニック全くいらなくなっちてまて今あのチャット GPT とかで慌てふためいてる人たちいますけどこの段階からすでにあれ俺の仕事なくなっちゃうみたいな人いっぱいいたわけですよ。AI に仕事奪われるってこうういこことのれは有名な話で AI 研究者の中で一番有名な話はとにかく AI の研究が進むと最初に仕事なくなるのは AI 研究者って言われてる。 そうなんだ実際に本当になくなったんですよ<ー>でこれすごいのは要は今までは犬の絵と犬の絵という文字列は何の関係もなかったでもそこを調整して絵の世界での犬と言葉の世界での犬の絵という言葉を結びつけることに成功した2つの特徴空間を融合した文化融合ですよ文化融合。 フロイトにモノ表彰と語表とっていう英語にするとシングルリプレゼンテーションとワードリプレゼンテーションみたいな単語があってフロイトの考えでは人間というのは知覚っていうのをまず物表彰にするでこの物表彰っておそらくイメージ処理ですでそのイメージ処理みたいなものをさらに語表彰つまり言葉にするんですよねで情報が圧縮されていくんですよでそのプロセスっていうのをフロイトって脳の中でニューロンのネットワークによって行われてるって想定しててだからこれ結構なんかすごく先駆的な発想なんだけどで夢っていうのはご表 理想から物に、そして物から近くに戻るっていうふうに考えているね。で、つまりフロイトは物あの夢っていうのは現実の逆演算だと思ってたわけですよ、ね。はいはいはい。 これはだからイラスト AI の問題とすごい関係してて、うん、言葉から画像を生成してるっていうのは夢,と同じううと夢に限り近いでそれはあの単にイメージ的に夢に近いんじゃなくてあれはフロイドが考えてたことそのものなんですよ。つまり言葉だけを与えてると知覚が生成する逆生成される、うん、で逆生成されるので変なものが出てくるだから夢っていうのは悪夢が多かったり現実から離れてるんですよね。 そういうういいことっていうのは全部あの僕は一応、前史の部分は、今の話と全然違うバージョンの年譜を作っていましたちょうどさっきの年表で、アメリカでほら、えー、著作権申請がリジェクトされたっていう話あったと言われていると、うんまあ、いずれにせよその著作権の話っていうのは、極めてあの明確に法律で分かれているんだけれども、ここ2年ぐらいで揉め事になってるのの、最初はの2018年ぐらいからあると。うん あのね、実はね2016年17年ぐらいに僕その安倍内閣の知財委員会にの下にある新たな情報剤検討委員会ってやってて、はいうん、そこでその日本の著作権法について、まあ、結構議論され、まあ、したしていうかってガイといたかし,し,し,してて。 あの実は昔から日本の著作権法ってあの AI というか機械が学習するときに使うときは著作権法の例外が適用されるっていう法律になってたあ、そうなんですか。はい。世界で唯一なんですこれってそ。そうらしいね。<ー>なんか僕も最近清水さんの文章読んで、ね、びっくりして。でそれをまあより強化しようと。うん、なぜなら機械学習って言ったときにさっきの深層学習と機械学習が違うみたいな話で言われるとややこしいから著作権法実は改正したんですよ。 でより明確に AI が読む時はもう関係ないですっていう法律が世界で唯一あるだから今アメリカで起きてるステーブルディフュージョンが学習したら著作権法だ違反だみたいな話って日本では全く起き,起きないですよ起こすことができないそれすごいねなんで日本ではそんな先進的な法律が作られたの、うん、まあなんかその <laughs> 面白いなと思いましたねこれはちょっと今いいチャン,チャンスなんで、うん、ステーブルディフュージョンの解説をおいや行きましょう行きましょう行きましょうさっきの,あのオープン AI の GPT シリーズとか っていうのは画像文章とし、まあ、ちょっともっと専門的な話すると、まあ、ベクトルクオンタイゼーションの文章,文章として読んで再生するって話だったんでそれはめちゃくちゃコストがかかるとでディフュージョンモデルはそうじゃなくてこれにノイズを加えていきますとノイズを加えた状態から、うん、ノイズリダクションっていう学習ってすごく簡単で2時間ぐらい前に説明した入力と出力があれば学習できますよねって話の逆だから、うん、ここれれかららを戻すすように学学習習してくださいっ,つったでできるわけですねじゃあもっとノイズ増やしていっても学習できますかってできますね ノイズできますかってこ,この状態からここに戻せると、うん、そうなんだよねで、その時についでに「こいつはイケメン男性です」みたいな情報も一緒に学習するだけうん、うん、イケメン男性に戻すってこういういここととだよと、うん、これが実はステーブルディフュージョンの本質なんだと僕思うんだけど、うん、ディフュージョンっていう言葉はこれを意味してるからでノイズから戻すっていうことをがクリエーションなんだってことなんですよこれこれ簡単に言うと。 人文的な人たちの考えるものを作るっていうのは、まあ、簡単に言ったらプラトンの時から始まってるイデア論なんですよ。これを書く時には イケメンのイディアがあってイ<ー>イケメンのイディアっていうのを私たちが外化してるんだよねでもおそらく現実に起きたのはそうではなくて我々単にホワイト・ノイズの世界を見てて、うん、なんかイケメンのような雰囲気が漂ってきたみたいな感じでうこう作ってるんだと思うんですよ、うん、だからこれなんかクリエーションとは何かっていうことに対してすごい違う考え方を出してて、うん、分子式から分子構造を作ったりとか<ー>いろんな応用があるんですよね。何でもででもきると思うじゃないですか、うん だけど一つ大事なものができてないと思いませんあと言葉から絵でしょうあと言葉からオーディオ言葉から強化学習言葉からビデオ生成言葉から分子生成あれ違和感ないですかえあの文章ができ言葉そうだよねなんでできないんだっていう話じゃないですかえできないのできないないじゃないですかそんなことってある あ,あ、ディフュージョンモデルでは文章を生成できないのそうですそれは素晴らしいね面白いでしょ、まあ、まさに言論関係で話すにふさわしいネタですあでもじゃあそこでもう一回言葉とものの違いっていうのが出てくるんだそうなんですええー、感動したすごいじゃんえ何それなんでできないんでしょう格差まで人間しかけに重要な共通点が一つあるそれは高周波をあまり気にしないことですわかります フレキだよねそれ何どうういこと例えばですけどこのドットの隣のこのドットがちょっと赤かったらどうしますいや気にしないですけどでもでも文字が違ったらなるほどそれが高周波すぐ革命的なんだなってことが今日確認できて僕はすごい嬉しいですねところがうんところがまあこのすごいわけですよこれって。 うん、すごいじゃないですか。うん？いやって俺今ね、あの話がどっちに行くのかすごいドキドキしてて、<laughs> もしかしてウーバーイーツの可能性もあるなと、<laughs> 俺かなり今いや、ここから引っ張ってからのウーバーイーツからのウーバーイーツで可能性もあるなと思って、<laughs> とかって言ってますけど、ウーバーイーツですよになる、そんな話しないですよ。ビビ今すっ <laughs>